はい、どうもこんにちは、渡辺です。今日はですね、久しぶりにカメラのレビューやっていきたいと思います。はい、ということで最近はですね、オーディオ系のお話とかが増えてますけども、今回久しぶりにカメラレビューということで、まず昨年、もうそもそも2018年の年末ぐらいに、購入してレビューしたこちらがありますよ。こちらは DJI のオズモポケットですね。これがまあとにかく当時衝撃を受けて革命的だったということで、まあ、こう電源をつけると、そうするとこういう風に動いて、まあ、カメラにジンバルね、三軸ジンバルが内蔵されてるから、まあ、ブレの少ない映像が撮れるっていう、ね、商品がありました。今もちろんあって、まあ、愛用してる人も多いと思います。で、今、最近はですね、このオズモポケットに似たジンバルカメラがだんだん増えてきてるんですよ。ということで今回私の方でレビューするのは、オズモポケットに似てる、ジンバルカメラ第1弾ということで、こちら紹介していきたいと思います。こちらはスノッパ V メイトというものですね。こちらは2019年年末頃からですね、クラウドファンディングでかなりの支援を受けて大成功したっていう製品になります。スノッパ V メイトですね。で、基本性能としてはオズモポケットと非常に似てるんですけども、ちょっと今回はこちらをね、紹介していきたいなと思います。いってみましょう。はい、ということで今回こちらですね、メーカーさんの方からレビュー依頼をいただきましてお送りいただいたんですけども、スノッパ V メイトですね。まあやっぱりね、気になりますよね。ガジェット好きとしてはもうこれがね、クラファンされてる時からも目をつけてて気になってはいたんですけど、今回お声掛けいただけたので、ちょっとこれからね、じっくりレビューをしていくんですけども、まず基本性能としてオズモポケットよりもどこが、まあ、優れてるのかっていうところなんですけど、まずこちらのポイントが縦動画ジンバルで撮れるっていうところですね。オズモポケットは基本的に横の動画だけなんですけども、スノッパ V メイトはまあ、縦動画で、まあ、滑らかな映像が撮れるっていうところもポイントになります。だからまあ私は縦動画あんまり普段使わないですけど、まあ、結構縦動画が主流な SNS とかも最近流行ってますので、そういったものを頻繁にやる人には嬉しい機能なのかなと思います。で、あと大事なのが Wi-Fi、Bluetooth 標準対応してます。はい、オズモポケットは Wi-Fi とか Bluetooth とかそういったものはアクセサリーをかませないと使えないっていうのが、まあ、かなりのデメリットで、アクセサリーのモジュールも別途購入したりとかして持ってはいるんですけども、やっぱりめんどくさいんですよね。だけどスノッパ V メイトは標準で、Wi-Fi も Bluetooth も使えるので、アクセサリーなしですぐ使えるみたいですね。その辺もちょっと楽しみにしてます。で、あともう一つのポイントがバッテリーサイズ。これがなんとですね、オズモポケットが 875mAh に対してスノッパ V メイト 1700mAh となってます。だからバッテリーサイズがもう倍ぐらいあるってことなんで、ここはかなり気合入ってんじゃないかなと思います。っていう感じの特徴なので、まあ、ちょっとねこれから実際にね少し使ってみようかなと思います。じゃあ開けていきましょう。まずは付属品のチェックですね。おー、なんかすごい想像以上にゴツゴツしたケースですね。すごいな。こんな簡単な、クイックスタートガイド的なものがありますね。うん、で、アプリも、別途ダウンロードしましょうということで QR コードがついてます。まあ、非常になんかシンプルな説明書ですね。で、あとは、こんな感じの、ストラップと USB Type-C のケーブルが入ってます。じゃあちょっとね、本体見ていきましょうか。まずこれね、ケースに入ってるんですけど、カパッと外すと、まあ、中身の本体が出てきます。で、下のこれも外せるのかな？あ、なるほど。こう上にスライドすると本体が出てきました。で、これがケースですね。で、このケースつけてると、こういう感じですね。スマホを挟めるんですよ、ここに。まあ、こうスマホをですね、ここにギュッと挟む、こういったケースが、最初からこうついてるんですよね。これありがたいね。このスマホを挟むケースが最初からついてるっていうのは、素晴らしいと思います。で、もちろんスマホを挟まないよって時は、これ外せますと。うん、こんな感じですね。で、まあ、ちょっと気になったのは、ケースがね、そんな頑丈ではないですね。こちらの材質がおそらくプラスチックなので、ここの頑丈さというか耐久性がちょっと気になりますけど、そんな感じです。で、折りたたむこともできると。そこはいいですね。で、本体がこんな感じ。ちょっと保護フィルム貼ってあるので剥がします。ペロッと。うん。で、フィルムが剥がれて、ここにですね、マイクロ SD カードが入るところがありますね。こちら。で、横の方に電源ボタンがあると。うん、それだけだね、ボタン類。どうやって操作するの？ちょっと待ってね。じゃあ、電源まずオンしてみますか。お、ついたついた。スノッパ。なんかカラフルで可愛いですね。じゃあ、ちょっとマイクロ SD カード入れてみます。うん、入りました。
フォーマットコンプリート OK ですね。はい、で SD カード使えるようになりました。でフレームネットとかも設定から変えれて、もちろん 60fps いけますね。うん、1080p60fps いけます。おー、さすがにね、ジンバルだから滑らかですね。やっぱりちょっと撮ってるだけですけど、はい、基本的に録画の開始とか停止はもうここですね。電源オンしたボタンでそのまま使える感じになります。でちょっと思ったのが、これ操作がですね、基本的にボタンがね1個しかないんですよ。まあこの赤いボタンだけしかないので、どうやって他の操作をするのかって言ったら、このモニターの上からメニューを引っ張って操作をする感じになります。でここで引っ張ってってモードを切り替えて操作をする感じになります。で左右にスワイプしてって、まあ、モードを切り替えたりとかできる感じですね。パンフォローとかファーストフォロー、フルフォローとか全部追随するモードとかっていうのは、ジンバル的な機能は全部このディスプレイを使ってやる感じになります。こっちがオズモポケットなんですけども、オズモポケットは一応ね、後ろ側に2個ボタンがあって、まあモードの切り替えと、録画の開始ボタンが分かれてるって感じですね。だボタンが1個多い。でスノパ V メイトの方は、ボタンがこっち側についてるだけですね、っていう感じになります。個人的にあのオズモポケットで気に入ってたのが、まあ、このメニューボタンをですね3回タップするとくるくるっと戻せるんですよね。こうくるくる戻すことができる。これがどうなんだろう。ちょっと詳しいね使い勝手はこの後じっくり使ってチェックしてみたいと思います。今のところは気づいたのはボタンが少ないっていうところですね。はい、ちょっとじっくり使ってみたいと思います。はい、ということで、スノッパ V メイトで映像のチェックをしてます。今庭に出てきてちょっとね軽く歩いての撮影とかをチェックしてます。こんな感じですね。まあやっぱりジンバルなので基本的に歩き撮りとかすると、まあもちろん滑らかな映像にはなります。手ブレ補正というかもうジンバルが効いてるので、まあ、映像自体は非常に滑らかですね。庭の方にバラとか植物をちょっと植えてるので近づいてみたんですけど、結構近づいても、まあ、フォーカスが食いついてですね、しっかり綺麗にこの、まあ、葉っぱとか綺麗に写してくれるので、まあ、花とか、まあ、マクロ撮影とかそういったものも、ね、比較的しやすいのかなっていう印象はあります。こんな感じですね。まあ、結構ね映像自体はそこそこ綺麗ですよね。はい、ちなみにオズモポケットと並べてみました。左側がスノッパ V メイトで、右側がオズモポケットですね。まあ滑らかさを比較してみると、まあ、若干オズモポケットの方が映像の滑らかさとしては、まあ、安定してるかなっていう印象はあります。あと色味の発色が結構違いますよね。色味は特にいじってなくて両方ともオートで撮ってるんですけど、発色自体は結構、まあ、サイドが高めな印象を受けてます。オズモポケットはちょっとサイドが薄い感じの、まあ、発色になってますね。まあ、この辺は好みにもよると思いますし、まあ、色味のカスタマイズとかは後からもできるので、まあ、好みに調整するといいのかなっていう印象です。はい、ということでちょっと細かい、ね、操作感とかそういった話をしたいと思います。で今電源ついてる状態なんですけども、電源オフはここ長押しですね。ここ長押しするとキュッと収まるようになっていて、もう一回長押しすると、電源がオンですね。こういう感じになります。電源オン、これでまあ使える状態ですね。で SD カード OK 出たんで、これでまあここを押すと、まあ、録画が開始されるっていう流れになります。で上からで、パンチルトトラック、ファストパンチルトトラック、FPV トラック、パントラック、それからファストパントラックでロックっていう、ね、感じでモードの切り替えができます。はい、で、下からでさらに細かい設定ですね、まあ、解像度 4K なのか 1080p なのかっていうところを調整できます。で他にもフレームレートですね、 60fps まで設定することができます。でエンコーディングですね、H264 のコーデックになっている H265 でもエンコーディングができます。まあ、Wi-Fi だったりとか、まあ、残りの SD カードの容量ですね。でオートシャットオフ、3分で自動的に電源がオフになるとか、ランゲージ、イングリッシュと中国語なので日本語に対応してないです。ここはちょっとね気になりました。日本語ぜひ対応してほしいですね。バッテリー 70% 残量ですね。でファームウェアがここに出てます。今最新が V2.0.2.46 っていうのが、まあ、最新バージョンですね。キャリブレーションっていう感じです。で下にちょっとね雲みたいなマークがあるんですけど、この雲のマークをタップすると、保存されてる、動画とかの、まあ、素材のチェックができるっていう感じですね。で左から右にスワイプするとビデオかフォトか、まあ、写真ですね、それかパノラマ、タイムラプス、スローモーションっていう感じでモードの切り替えができます。であと右から左にスワイプすると
リセットってことでカメラの角度が下向いちゃって元に戻したい時とかは1回スワイプすると、こんな感じで元に戻ります。であと、右から左にスワイプしてキュッキュッと戻す感じにすると180度回転します。はい、こんな感じで、まあ、これが要は自撮りモードですね。でもう1回やると元に戻るという感じの流れになります。まあ、基本的な操作としてはこんな感じですね。上に向けたいときはこう長押ししながらこのディスプレイをこう下に下げたりとか上に下げたりするとカメラの方向をこのまあモニター側で操作することができます。横に移動したいときはこんな感じですね。まあ、下側の方をちょっとタップしながら長押ししてカメラをずらしていくという感じになります。まあ、ちょっとこの操作はあんまりやりやすくはないです。基本操作としてはこんな感じですね。で、面白いのはこう電源をオフした時の流れなんですけど、キュッと一瞬でこの、閉じられるところがちょっと面白いなって思いました。はい、ということでね、かなり長期にわたってスノッパ V-Mate を使ってみたんですけども、いいところもあれば、結構に気になるところも、まあ、正直目立ったなっていう印象です。まず一番気になったのがマイクの音質です。まあ、マイクの音質ね、まだ出してないんですけども、こんな感じです。はい、ということで、まずですね、テストということでもう別の日になっちゃってるんですけども、室内でスノッパ V-Mate と DJI Osmo Pocket を両方とも使ってみてる感じになります。はい、っていう感じで、ちょっとね、この音質じゃ厳しいでしょっていうところと、あとはね、こう普通に電源つけて録画開始して、こう喋って普通この口の動きと声って、まあ、同期されていて、まあ、しっかりと違和感なく見れるはずなんだけど、音ずれが結構気になりました。はい、なんでこんな音ずれんのっていうくらいめちゃくちゃ音ずれします。で、 SD カードの問題かなと思っていろんな SD カード試したけどダメでした。で、フォーマットし直したりとか、他の Osmo ポケットで大丈夫だったカードを挿しても音ずれします。個人的には気になりました。はい、まあ、気になったところは全部言いたいと思うんですけど、で、あとはまあ後ろにこのボタンがね、後ろ側にないっていうのがちょっと気になりますよね。この右の方にしかボタンがないので、これはちょっと気になりました。で、あとこの、まあ、ケースですね。これがあんまりね、プラスチックな感じで、そんなに質が高いものではないっていう印象なので、アクセサリー類とかもあんまりオズモポケットみたいに充実してるわけではないので、ちょっとそのあたりも頑張ってほしいかなっていうところはあります。で、今日もね、これアップデート来てて、かなり頻繁にアップデートが来てます。おそらく、まあ、結構アップデート私が使い始める前にもあったと思うんですよ。で、アップデートを重ねて徐々に改善されてきてるところもあると思うんですけど、一応撮影時点、まあ、4月の後半時点ですが、まだちょっとね、この状態ではこれをまあメインの Vlog 用とかにするのはちょっと厳しいかなっていう印象はあります。はい、まあ、アップデートに期待っていう感じですね。ただ面白い要素もあるし、まあ、このままの状態で Wi-Fi に対応してて、まあ、スマホに接続して、まあ、画面を確認しながら撮影したりとか、まあ、スマホで操作できるっていうのはまあ面白いと思います。だから、あとは細かい精度ですよね。特に音、マイク関連とかその辺の改善がまあ見受けられたら、まあ、もうちょっと良くなるのかなっていう印象はあります。はい、ということで今回ね、スノッパ V-Mate を使ってみたんですけども、ちょっとね、気になるポイントは多かったなっていう印象でした。ぜひ参考にしてみてください。この動画が良かったら高評価ボタン、それからチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。